のみ織江は、幕末の長州藩士。のみ宗勝のいとこである、のみ高沖の末裔である、長州藩士、のみ八郎え門の子として生まれる。天保十三年十一月、記録書出頭役見習いとして、江戸に赴く。安政元年一月より、総集備内警備を担当。安政四年一月に家督を継ぎ、安政五年二月に大組の先手者頭役となる。 文久2年に上京して、目付役、京都留教役となる。文久3年2月に帰国し、3月より、名林メ目付役となるが、8月18日の、政変の後、上京して再び、京都留教役となる。しかし、津島判定を本拠地に、志士の総監として、それまでも長州藩の実質的な京都留教役として、活動していた、桂小五郎が、 正式に、長州藩京都留守居役に抜擢されることになったため、桂より11歳年長の織江が、実質留守居助役へ降格された。源氏元年6月5日の池田屋事件の際に、織江は、河原町の長州藩邸の屋敷門を閉ざした、責任者であった。翌日、長州藩邸のすぐ近くで死亡していた、吉田敏丸を自ら発見し、長州藩に報告した。同時に、 桂小五郎が殺されたとじき少々に、長州藩に誤法を知らせ、長州藩内を過剰に激光させてしまう失態を犯した。さらに桂が生きていると、津島藩邸から、密かに伝えられるや、いなや、今度は、桂小五郎は、屋根伝いに逃げたらしいと、またもや誤法を藩に報告し、桂を非常に苦しい立場に追いやってしまった。池田屋事件は、新選組局長、 近藤勇の報告によれば、即死7名、負傷4名、捕獲23名であり、宮内省、順南六甲によれば、池田屋に参集していた死士は16名であるが、池田屋2階の奥座敷に突撃したの新選組は、近藤勇、沖田総司、長倉新八、東道平介のわずか4名であった。池田屋から、津島藩邸まで逃げられるような屋根が、池田屋にないなど、 飲み織り絵の範囲への報告、手記、池田屋、事変、飲み潜在職筆記は、矛盾を抱えているため、明治維新を、木戸高吉本人に確認した上で、桂小五郎京都変動の再動性が表されている。それによれば、桂は、一旦池田屋を訪ねたものの、死士がまだ集まっていなかったため、かねてから深く関わっていた津島藩内の派閥抗争を解決するため、 津島藩邸を訪れていたところ、外から帰ってきた津島藩の大島智之城から、池田屋が、合津藩兵、新選組に取り囲まれて襲撃されていることを知らされ、小五郎は、いざ仲間の救出に向かおうとする者の,の大島に固く、押しとどめられていた、とある。ただし、鳥取藩市、足立政府の日記によれば、大島は、事件当日に、江戸におり、 事件のことを知ったのも6月13日になってからで、あるため、この話は事実ではないとされる。翌7月、桂の立場を非常に悪くしてしまった、折江自身がその責任を取る形で、毛利藩主府施設園のための立平単願を、公明天皇や朝廷に対して、強引に行おうとしている福原元神田を自ら、説得して、自長を求めるが相手にされず、判定に手お酒を飲み、 金門の変勃発後は、長州藩邸に火を放って、西本願寺に逃走してしまった。西本願寺では、藍津藩兵士に取り囲まれて自害しようとしたが僧侶に、制止されたため、さらに、大阪方面に逃走して帰還した。明治維新後、明治3年10月より、山口藩大族として、萩部市長などに勤務し、明治18年8月に隠居。 明治22年より淡路島の伊佐奈木の神社宮寺を務めた。明治39年、山口県阿部郡萩町公向きの自宅で死去。84歳没。ABC、池田屋事件の研究百1 7 6池田屋事件の研究百1 8 1ありがとうございます。